さ、うん、出身はどこなんだっけ。私群馬県で。群馬弁はないの。群馬弁ってなんか意外とね、うん、そんな分かりやすいものってないんだけど、そうなんだ。それこそこの金沢弁と一緒で、うん、感情が割と高ぶった時に出やすいみたいで、聞いたことない私じゃあ。だから私も結構家族とねちょっと言い合いっぽくなる口調になった時とかはもうなんだかって言ってるだねとか、言ったらねとか言ったりするんだよ。すごい可愛いね。頑張った。いやもう私これ絶対配信するから何度も見るわ。また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 ね。何度も見るやつだわ。でも小道具使ったの初めてかもしれないな。確かにね。